ラジオポクリット第2回のゲストは月野ポポナさん。この番組ラジオポクリットは俳句がちょっと楽しくなるサイトセクトポクリットのラジオ版ということでお送りしています。そんなわけで本日のゲストは月野ポポナさんにお越しいただきました。こんにちは。生ポポナですよ。お招きいただいてありがとうございます。月野ポポナです。はい、月野ポポナさん、まあね、紹介を簡単にさせていただくと、まあ、ニューヨークにお住まいで、今っていうかもう何年ですか？20年以上？来年で30年になるってこと。30周年日引いて29ですかね。そう、20代最後の、ね、出演になるかもしれないということで、そうです、まあ、ポポナさんにはこのセクトポクリットの俳句の見方の水曜日をずっと1年間務め上げていただいて、どうもありがとうございます。はい、本当にお世話になりました。ありがとうございます。こちらこそ。いかがですか、1年間終えてみて。なんか充実感ですか、やっぱり。あ、1年間過ぎてみてですか。そうですね、あ、充実感はありますよ、おかげさまで。まずはね、堀切くん、セクトポクリット、それからの本格指導と、あと俳句の見方の1周年おめでとうございます。ありがとうございます。もうね、ポポナさんはね、優しい人ですからね。1年目に参加できたことをとても嬉しく思ってます。どうもありがとうございました。読者のね、また聞いてくださっている方々一緒にお祝いができたらなと思いました。本当お祝いですよね。お祝いですよ、すごいなと思いますよ。特にね、やっぱポポナさんの毎週の熱量がね、半端なかったんで、それはそうですか、やっぱり、うん、読者の人に届いてると思うし。そうですか、うん、やっぱりニューヨークにいて、ね、なかなか一緒に句会することできないですし、まあ、会うこともみんななかなかできないので。そうです ね。でそれで堀切くんのその熱い情熱でぜひって誘っていただいて、その言葉にも動きましたね。初めね、やはり1週間に1本っていうのは、うん、初めてのことだし、うん、まあ、初めてのことだしというか、初めてのことだから受け入れるのもあり。僕もやったことないです。あ、本当にそうか。ないです、ないです。一瞬ね、どうかなっていう心も出たんだけれど、あ、でも待てよ、まあ、その9月というと、まあ、お家にいるのが仕事みたいなところがありましたよね。健康でいることが一番自分の責任っていう時でもあったので、あ、じゃあこれは今これは天の声が堀切君から聞こえてきてるんだな、鑑賞をじっくりするんだったら今だよっていう、うん、機会をいただいたと思ってお引き受けしました。それで、こう1年ってね、あっという間なんだけれど、今思うとあっという間でした。でもそう、本当にあっという間。ただもう一度じゃあ巻き戻してみて、自分の記憶をたどってみて、うん、その9月の時って思ってみると、それから少しずつこう少しゆっくりゆっくり時の流れと進んで空中11って考えていってみると、やっぱりいろいろその中でね、自分の中でのこのちゃんと1年は経ってるんだな、でそれをなんとなく過ぎちゃったねって終わるんではなくて、こうやってセクトポクリット、ね、俳句の見方を尋ねると1回目2回目とかね、ちゃんとこうアーカイブしていただいてるっていうのを見ると、あ、ちゃんとこの月っていうのあって、ここで、ああ、そうか、俳句の生活させていただいてたんだなっていう、先ほどのね、堀切くんおっしゃった充実感っていうのはとてもあります。本当時ってね、うっかりするとスッといってしまうので、しおりを入れてくださったかな。いや、結構そのアメリカの祝日とか、あるいはとか、うんうん、ね、日本に住んでる人には馴染みがない、なんかアメリカのことって知ってるような気がしていたんですけど、やっぱり生活してる人にしか知らないことってたくさんあるんだなってね、改めて思いましたけど。あ、そうですか。あ、そう言っていただいてね、私も書きながら自然にね、そういう気持ちがちょっと出てきました。日本では、なくてニューヨークにいるいて分かることをお伝えできる機会があったら、それもラインの一つには入ってきましたね。まずは俳句、自分と俳句との出会いが一つあって、私はどんな俳句を紹介したいんだろうっていうところがまずは初めだったんですけれども、
その選んでいく行った後に、ああここで私はこういうことを伝えたいなと出てきたことがニューヨークのことだったりした時があったんですよ。だからその時からは、ニューヨークのことも初めにこれを伝えするとしたら、こんなね、このふとを伝えてきたら、イメージしていただけるかなとか、そういうことを考えるのとても楽しかったんですよ。なんかね、本当に、皆さん他の曜日の方もそうなんですけども、その週その週で書いていただいていたので、すごく臨場感が、ね、あって、新たに季節の一句を紹介してくださるっていうだけじゃなくて、その時のなんていうかな、社会とかその住んでる場所の状況とか、いろんな諸々の今がすごくこう反映されてる選句だし、選評っていうかエッセイになってたと思うんですけど、その中でもね、ポポナさんの水曜日はその生感がね強かったかな。生感あった。生ポポナ、毎週が生ポポナでした。そうですか、もしそれを楽しんでいただけたとしたらとても嬉しいです。ニューヨークでの最時期的なところ、先ほども言ったことで最時期的なところと、あと、今この振り返ってみて、この1年というと、世界的にコロナ環境であって、ニューヨークはその感染爆発したところだったじゃないですか。そうですね。そんなこともあって、そういう自分が、その自分の中からそのコロナのお伝えしたいことが出てきた時には、またちょうどね、何かのこう切り替え時だったりとか、そろそろちょっとは出ていいとかあとマスクを外すこともできるようになってきたとか、あと、例えば私、夫がピアニストなんですけれど、今まで活動できないのができるようになってきたとか、そういう何かそういうことでお伝えしてしたいなと思った時にはしちゃったなって感じ。ひきりくんこれはねお伝えしたいですよ。どうぞ。ひきりくんが、だったら月のポポナのページはもう自由にしてください。1個取り上げて、はい、さえすれば自由にしてくださいって、ね、初めに言ってくださったでしょ。それがね、こういうね、こう自然に出てきた自分の心で、これをどうかなと思ったものをさせてもらえた、自由にさせてもらえたっていうところは、とても楽しいところでしたね。僕も一応書く側の人間なので、自由にしてくださいって言われると一番難しいのは重々承知してるんですけども、皆さんね、本当に百戦錬磨の7名だと思って僕はお願いを差し上げたので、もう僕は大船に乗ったつもりで、もうあとは本当に自由にどうぞっていう気持ちだったんですけども、こうやって出来上がってみるとね、本当にこの1年が一つの作品みたいな感じでも、もちろん僕も水曜日で完結している部分もありますけど、7名の週ごととかね、そのリズムみたいなものも、編集する側独特の感覚なのかもしれないですけど、毎日こう更新をしていたので、やっぱりこの週の半ばにふっと異文化が入ってくる感じが、多分ね、日本にお住まいの方も結構心地よく読んでくださった方はいるんじゃないかなっていうふうに思います。嬉しいです。本当にその7人のね、素晴らしい実力、7人っていう中に入れていただいたっていうだけで、なんかワクワク、それから遠く離れてるけど、やっぱりね、日本のね、その仲間と、あとフランスの仲間と、こう場所離れてるけれど、近く感じられたなっていうのはありますね。東京で僕も住んでいたので、東京の知り合いも多いんですけど、やっぱりそこで東京だけにしちゃうのはよろしくない、特にこのコロナの時代にそれは芸がないだろうっていうことで、なるべく遠い方に、遠いっていうのもだから東京中心の考え方なので変なんですけど、いろんなところにいる方に書いていただきたいなっていうのが一番最初にあったんですよね。でそれでやっぱりもうポポナさんははっきり言って、もう外せないっすよね。ありがとうございます。一番遠いですもんね、日本から。一番遠いで、パリからも遠いし。そうか、そうか。
そうかかもね。ぜひねお伺いしたいのは毎週、はい、なんじゃらちょどんな感じで、ねええ、句を選ばれたのかなっていうのを裏話的にあれば、はい、あ、はい、どんな風に選んだか、うん、ね、面白い言い方になってしまうかもしれないんですけど、頭で考えた部分っていうのは、例えば、まあ、季節になっていますからね、この季節には合うようにっていうことは頭に入れておいた後で、あとは自分の周りにある句集、それとあと手に届く、同人誌とか、あとそれなんか目にパッとついたもの、目についた最初期であるとか、あとはもう自分のあとこう本当に目というか、その時ハッと思った時にちょっと任せてめくるにめくっていって、そして少し寝かせるんじゃない、その時にハッと、あ、じゃあこれはこのここで書いてみようかなって時もあるし、少し待ってみるとこれはどうみたいなのがポッと出てくる。あ、じゃあなんか無理やり探すというよりはもう向こうから話しかけてくれるぐらいの感じですか、ええ、もう飛び込んでくる、うん、今堀木君が言ってくれたような感じが主だったと思いますね。それをそういうふうに、そうですかね、あ、そうなんですかね、あの私が元がとってもこうのんびりしてるんです。例えばできないことっていうと前日に決めて前日に書き上げるっていう能力は私にはないので、あのお話いただいたでしょ、お話ね、堀木君もとてもね前もってお話をしてくださる方だったから、本当私はそれはあの自分にそういう時間もあの与えることができたので感謝してるんですね。で、あ、ここの、まあ、例えば初めの9月のことをするとしたら、もう、少し前からこの辺にちょっとじゃあパッと読んでみて、そして印つけておいてやりたい、あ、これどうって来る時間を待つ時間をちょっと作ってみてっていうことをして、で初めにそれで前もってお出しできればななんていうなんかね願いもあったりしてやってみたりもしたんですけど、なかなかそれは続かなかったんですけど、そうでもその、あの2本出したり3本出したり、ね、前もってっていうことできたら1回やりましたよね、5本ぐらい、あ、それね、あ、じゃあそれの続きで、そうですね、それもいろいろな先の、ね、こうコロナの環境が変わって生活の環境が変わって、あとは他のお仕事の関係も入ってきたりすると、ちょっとこれはその時には書けないかもしれないなって判断があったので、きっと6月7月でしたね。そこは1ヶ月分を少し前もって、なるほど、まあ、ちょっとお仕事との兼ね合いで、そうですね、うんうん、これ裏話的に言うと、あの365日ありましたけど2本以上の原稿をまとめて1回に送ってくださったのって、多分僕の記憶が正しければボナさんだけでしたね。あ、そうなんですか。だかもしれない。あ、そうですか、うん、あのそれが私にはあのこうそれが心地よくできるようにそういう風にしたっていうこと、うん、もしかしたらね、あの他の自分にとってね、皆様それぞれのやり方があって、私にとってもあの他のやり方、環境がある他のやり方っていうのも出てくるかもしれないんですけど、今回についてはそうですね、あのなるべく自分が、あ、これやりたいな、こう出てきたな、そしたらこう書くにもすぐに取り掛かるという、取り掛かりたくなったら取り掛かれるように時間を自分に用意しておいてあげて、うん、でも書き、うん、その句それぞれなんですけど、散歩行きたくなったりしたらちょっと散歩に行かせて、自分を散歩に行かせてあげられるような、うん、あとはちょっと、あ、科学的なこと調べたくなってきたなって思ったらちょっと調べられるようなっていうような、うん、自分と語り合ったり、俳句と語り合ったり、自分と語り合ったりっていうことをするのが楽しかったですね、うん、そのための時間作りっていうのにはちょっと工夫をだいぶしたとは思いますけど、うん、前もってっていう、いや時間をねかけて書いてくださったのはもうすごくひしひし伝わってきたので、楽しかったですよ、それは、うん、いや書いてる貴重なお時間が、ありがとうございます。いや、とんでもない、あの喜んでくださるとしたら、私が喜んで、あの楽しく書いていたので、まあ、一生残り続けますから、ウェブ上あのセクトポクリットがなくならない限りは残り続けますから、まあ、あ、じゃあ続けて、この場所を失わないように
頑張ってましたでも、あれですか、あの今ねふと思いつきなんですけど、はいはい、結構俳句の人って、まあ、締め切りといえば出句の締め切りっていうのがあるじゃないですか。ありますね。出題をやって何時までに出してくださいとか、はい、ええ、それってポポナさん割と余裕持って出す方なんですか、ギリギリに例えば5時締め切りでもう5時ぴったりに出すみたいなことはあんまりなさそうだなと思って今話聞いてた。あのね、そうかもしれない。なんでかっていうとね、やっぱ時差があるでしょ、うん、あの日本との場合ね、日本との場合だと時差っていうのがとってもこう、うん、ちょっとストレス、ストレスではね、まあ、ストレスだった時は、初めはね、初めの頃は本当にならないだったんですけど、なんか時差仕様に体がなってるのね、日本に出す時は、うんね、だから間に合わないと思って出したら、実はまだ1日あるよとか、そういう具合にとぼける方がのが多いかもしれない、ね、前もっての方が、そうかもしれないね。どうですか、その時差がないリアル区会の場合はやっぱり一緒ですか。リアル区会で、そうやって投稿でっていうことを始めたのはこのコロナになってからなんですよね。あの現地区会がお休みになったので、うんうん、でそれは自分、あ、それは夏雲さんでやっているの で自分がちょっと私が代表ってこともしてるので、遅れないようにはあれってすすっていきますもんね、とっても時間正確が、うん、遅れないようにはっていうのは思ってますね。まあ、これはあの仮説なんですけど、あの僕のイメージだとやっぱりこうギリギリに原稿を出す人は、句会をやってもギリギリに投句をする、出句をするような気がするんですよ。で、まあ、それは少なくとも僕自身がそうで、僕はあの原稿もあの句会の出句もギリギリです。本当に最後0コンマ何秒みたいなところでやる人間なので、なんかやっぱりそこは相関関係あるかなっていうふうに思ったんですよね。でも私の中では、うん、そう、自分の中で締め切りちょっと決めるっていうようなところはできたのかもしれない、この 時差仕様の中でね、アメリカ住まいの、だってもう、うんうん、あのフランスとはどうなのかな、分かんないんだけど、あの日本と本当に1日違うんですよね。まあ、1日っていうのはね、12時間だから起きてる時間分違う、生活してる1日という分違うのでね、うん、日本にっていう時にはそうね、あのちょっと待ち取るかもしれないね、うん、んなこと言いつつ、でも記憶をちゃんと見ていくと、なんかどっかでドーンと遅れた記憶があるから、そういう風にし始めたとかかもしれないけど、ちょっと忘れちゃいましたけど、ね、時間が怖いですよね、時間差は時間差で進んでいくからね、うんうんうん、ちょっと話変わるんですけど、他の方の連載っていうか記事、他の曜日も結構読んでくださってました。あのね、その初めにね、初めに前もってってちょっとやった時とかね、あ、始まるぞって、もう出しちゃったじゃん、出しちゃったのは、うんうん、はい、あの、あ、始まるなって、一日一日とっても楽しみにしてましたし、こう読み出してっていう記憶はあるんですけど、その後っていうのは一個あると次の、まあ、来週っていうんじゃないけど、次のことを自分の中でやっていくっていう、どうしても次のことが出てくると、さっき言ったようにちょっとのんびりちゃんなところがあるので、うん、時間を確保ってことになってくると、こう楽しんで読むっていう時間 が時間をとっているところとのバランスっていうのは、うん、あ、やっぱりちょっと私書く方がいるなって気づいた時があって、そこからは意識して、うん、まずは自分が書くっていうこと、今回いただいたこの機会で私がお伝えするっていうことを、ちょっとまずはそちらに、この のんびりちゃんの全ポポな、まずは注いでいこうっていう時があってやっていて、でも堀切くんがいつもこうアッ
ップしてくれますよね。Facebook の、はいはい、ポクリットのところにアップしてくれるのが、こちらで火曜日になるんですが、その時は、まあ、自分の Facebook にシェアさせてもらうってことで、その時が皆さんチェックする、見せていただく時間っていうふうに自分の中でもそれを、でどんな句を皆さん選んでるかなっていうのは見ていました。そしてでも水曜日になると Facebook にこう好きなポポないいねがずらーっとありがとうございます。月のポポナのページに、ね、載せさせてもらったり、ね、それとあとそうですね、ゆっくり読み出せたのはそうだね、新年ここで前回のものを出した後、ああじゃあ楽しもうって心をそちらに持って行き出しましたかね。これから読書として、はい、まあ、1年遅れで1個ずつ読んでいただいても構いませんので、上げてくださってますよね。そう、上げシーズン1、ね、シーズン1でまとめてくれて、シーズン1でずらっと上げてるんですけど、今日1年前のものも同時にちょっと配信をしようかなと思ってるんですよね。あ、それ面白いですね。これが放送される頃にはしてるかもしれないです、だから、それは面白いと思います。俳句の見方クラシックスみたいな。あ、なるほど、もうネーミングセンス抜群です。いや、それね、めちゃくちゃ嬉しいです。今自分一人で、今のところ自分一人で運営をしているので、いろいろね、たくさんの人に読んでいただけるようにネーミングとかを考えたり、あと画像も考えたりするんですけど、言ってもね、素人なので、そういうふうによくやってるよねってちょっとでも言ってもらえると嬉しいですね。で、最後にちょっと話変わるんですけど、海底のレジェンドの人たちいるじゃないですか、はい、最後の方では武田さんのね句とか、はい、あとはその金子とうたのことに関しても結構言及があったりして、はい、ポポナさんの中でにおける海底というその俳句の組織、結社を持ってる、意味合いというか価値というか、ちょっとお聞かせ願えたら嬉しいんですけど。そうですね、私はニューヨークに住まうようになって、10年経った、2002年に、ネットでふっとポポポポこれもやっぱり呼ばれたなって感じ、ポポポって感じで出会ったサイトで、連句をやっていたので連句に参加して、短歌もやってたの、短歌も参加して、あ、句会やってるから句会も参加して、でやっていくうちに、あ、俳句楽しいなと思って、始めたんですね。でそれで、お、楽しいなネット句会とか楽しいな、もう少し知りたいなって思った時に、あ、俳句には結社っていうのがあるんだということを知り、あ、じゃあ結社に入ってみるとしたらどこに入ったの、その時に調べられる範囲なんか本を読んだりということで行ったんですけど、その時に、こちらのニューヨークの書店で、今日の俳句、金子とうたが書いた今日の俳句っていう本に出会って、それを読んで決めたんですね。それから、改訂が習慣になるまで何年間ぐらいですか？入ったの、入会したのが2004年なんです。4年。はい。そして、習慣になったのが2018とか、そうですね。14年ぐらい在籍されて、ね、そのまま改元っていう新しい結社に移行されて。その改訂改元の、なんていうのかな、脈々とこう受け継がれてる、思想っていうとあれだけど、なん か大事な考え方とかってあるんですか？一番、例えばその僕が受ける感じでは、その感性とか感覚みたいなものを大事にするっていうのが一番根っこにあるのかなっていうふうに思うんですけど、
まあ、だから結社によっては写生が大事なんだとかね、うん、いうところもあるし、自己表現をするのが大事なんだとかっていう結社もあるし、まあ、いろいろ方針はあると思うんですけど、その言葉と感覚を伝える言葉みたいなところが一番共有されてるのかな。いろんなこうサッカーさんがいますけど、もうまさに今堀切君が言ってくださった通りだと思います。それはそうですね、月のポポナの、その中で、取り上げさせていただいた、まあ、会見の方々の本をちょっと見ていただけるとまた面白いと思うんですが、その方のセンス、その方の感覚が生きている句だと私は思って、ご紹介しているんですけどね、その人、その人その人それぞれの感性を大事にする方だったでしたと思います。私もそうやって、温かく見ていただいてたんだと思います。それを一人一人に目を配っていらっしゃったのが金子さんだなと思ってます。それぞれその人その人の持っているその人ならではのものが出てくるように、ちょっとパッと見てそれは俳句のルールから言ったらどうなのかなって思われるようなことがあったとしても、それは俳句のルールだから違うんだよでというのではなくて、この人もこれは面白そうだからちょっとじゃあやってみたらどうだというか、包容力の非常にある方だったと思います。でそれがみんなね、一人一人が、あ、私はとってもそうやって見てもらえてるって思うんですよ。私見てもらえてるって思うんだと思うんですね。っていうのは、私は初め、2004年に始めて先生にお会いしたっていうのは、まあ、1年に一度俳句のために帰れるっていうようになってきたっていうのは、まあ、改訂のおかげでもあるんですね。新人賞を4年後にいただけて、それだからこその俳句が理由で日本に帰るっていうことができたという、まあ、私の俳句人生も、まあ、とても大きなポイントがあって、でそこでお会いした、もちろん先生に会ってとても感じましたし、そこでお会いした会員の皆さんとお話をしてみると、皆さんがそう先生に本に個性を大事にしてもらっているんだな、先生一人一人見ていらっしゃるんだなっていうのを感じる体験はしたのでね。でそれゆえに、まあ、本当に個性的な、作品がありますし、ね、面白い本もありますし、ね、それは今も受け継がれているんだと思います、はい、貴重なお話、はい、ありがとうございました。イエー、はい、というわけで今回のゲストはニューヨークから月のポポナさんでした。さようなら。さようなら。この番組を運営しているセクトポクリットは、毎日ウェブサイトの方で楽しい俳句やエッセイをご紹介しています。気になった方はぜひそちらも覗いてみてください。次回はどんな方が遊びに来てくれるんでしょうか。お楽しみに。